日本のグランドデザイン研究会は民主党のグループ。通称、現洋グループ。黒葉光一郎国家戦略担当大臣に近い国会議員を中心として2011年3月9日に結成された。同日の初会合には35人の議員が出席し、代表世話人に山口総、講師に横山貞則を迎えた。 官卸しの始まりが取り沙汰されていた時期に結成されたため、次期民主党代表選挙を睨んだ動きではないかと報じられたが、現用自身は出馬に慎重であり、初会合にも欠席した。結局、現用は代表選には出馬しなかったが、2011年9月2日に発足した野田内閣では外務大臣に任命され、平野達夫が復興大臣、 防災担当大臣に再任された。その後は休眠状態が続いていたが、11月2日に会合を開き、活動を再開した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では多くのメンバーが落選し、その後も2013年4月に平野が除籍、7月の第23回参議院議員通常選挙で原用が 選対本部長を務めた金子恵美が落選2014年2月に代表世話人を務めた山口が助籍4月の自由形会決制に後藤とし若井康彦、後藤祐一らが参加するなど勢力は著しく衰えた12月の第47回衆議院議員総選挙では黒岩堺を福島信幸らが返り咲き金子が 衆院福島一区へ倶楽返して、比例復活するなど、勢力は若干回復した。2015年1月民主党代表選挙の際の読売新聞の報道では、岡田克也が元洋の指示を得て、元洋グループの大半をまとめたと報じられた。岡田の当選後、元洋は選挙対策委員長に就任し、2016年3月の民進党決闘後も留任して9月まで務めた。 ありがとうございます。